こんばんは。さあ始まりました、彩の国就活天国。この番組では埼玉県で就職を考える皆さんに就活の疑問やポイントなどを分かりやすくお伝えしていきます。番組を進行するのは県内企業の採用活動をお手伝いしている新御堂の私石井あさみと、同じく新御堂の鈴木大我です。私たちが埼玉県で学生と企業をつなぐ活動をもとに培った就活のノウハウを皆さんに番組を通じてお届けしていきます。ぜひ参考にしてみてください。今週もまずは県内の注目企業を紹介する埼玉の目玉企業発見のコーナーです。このコーナーでは皆さんが気になる県内企業に訪問をして就活に役立つ情報や実際の企業の雰囲気などをリサーチしていきます。今回は行田市に本社のある東日本メディコム株式会社さんを紹介します。医療関係の企業さんはこの番組でも初めてですね。どんな企業か楽しみです ね。それでは早速レッツウォッチ。こんにちは、地元埼玉県出身新御堂の吉川さくらです。今回紹介する東日本メディコムさんは医療現場の効率化に貢献しているそうです。一体どんな事業を行っているのか早速突撃取材に行ってみましょう。創業43年、190人の従業員が働く東日本メディコム株式会社。主に医療機関や調剤薬局で使用される ICT システムの販売および運用サポートを行っています。具体的な業務内容について教えてください。はい、私どもの会社はですね、メディコムという商品を取り扱っている販売会社でございます。このメディコムと申しますのが医療機関用あるいは調剤薬局様用の電子カルテシステム、電子薬歴システムと呼ばれる ICT システムを指しております。こういったシステムを正規ディーラーとして販売提案をしている会社でございます。実はまだまだですね、こちらの電子カルテと呼ばれるシステムも普及率がまだまだ低いのが日本の現状でございます。そういった現状を踏まえて業務の効率化あるいは患者様前のサービスの提供といったことができるようにですね、システムの提案、また調剤薬局様向けにはですね、自社の商品ドラッグストアシリーズというものも提案をしております。こちらは写真付きの情報線ですね、お薬の働き方、そういったものを紙にプリントアウトしまして、そういったものも患者様への提供ということでシステム提案をしております。またソーラーエナジー事業、こちらは太陽光発電、蓄電池といった環境に対するですね、事業も行っている会社でございます。そんな東日本メディコムで働く若手社員はどのような仕事をしているのか伺いました。まずは社会人としてマナーや医療事務についての知識を学んでいただきます。その後は共通してサポート部門の業務を行っていただきます。商品やシステムについての知識を身につけていただいて、その後ステップアップをしていただくことになります。研修とかを社内で受けるんですか？はい、最初入社してから医療事務の知識についてみっちり研修させていただきますので、入社する前から何か勉強しなくてはいけないということは特にありません。入社7年目の渋谷清美さん、現在は60件ほどの担当を持ち、薬局やクリニックに導入される ICT システムのレクチャーや機械トラブルが起きた時のサポート業務を担当しています。入社した理由を教えてください。人の役に立ちたいと思い仕事を探していた時に出会ったのが東日本メディコムでした。地元にこんな会社があったんだと思い調べていくうちにこの仕事に魅力を感じ志望いたしました。60件で聞くと結構こうお客さんの名前とかを覚えたりするの難しそうな気がするんですけど、はいはい、気をつけてることとかありますか？お客様から電話がかかってきた時に薬局長だったりとかクリニックの先生のお名前を一緒に電話帳に登録するようにして、電話がかかってきた時にあ、〇〇先生だっていう形で覚えるようにしております。ついつい日常生活でもやっちゃうなみたいなところって何かありますか？まあ、風邪をひいたりとかして病院にかかった時にもらう明細書だったり、あとは薬局さんでもらうお薬手帳なんかをちょっとじっと見てしまうことですね。それ見てこうなんかうちのシステム使ってるなとか、はい、なあ、そうですね、そうですね、なんとなくわかります。あ、そうなんですか。はい、こうやりがいに感じるところとか、はい、嬉しいなとか思うところってどんなところですか？はい、お客様からの質問があったりしてそれをお答えした時にありがとうや渋谷さんがいて助かるよとお声をいただけた時は嬉しいですね。はい、東日本メディコムの顧客は医師や薬剤師など医療関係のプロたちです。
そのため高い専門性を求められる一方で、人の命を守る現場の一端に関わるやりがいにあふれ、人間的に成長することができるといいます。このお仕事はどんな方が向いていると思いますか？コミュニケーションを取ることが好きな方が向いていると思います。先生や、ジムさんと信頼関係を築くことっていうのをとても大切にしておりますので、こういったコミュニケーション力をとても重要と考えております。それから人の役に立ちたいと思っている方ですとか、あとは人に教えることが好きな方っていうのも向いているかと思います。お客様からこうありがとうですとか助かったよっていうふうなお声をいただくことも結構ありますので、そういった方も向いているかなと思います。高齢化社会を迎え、目まぐるしく変化する日本の医療業界、東日本メディコムでは医療機関や調剤薬局といった顧客をはじめ、その先の患者さんのためにも、より良い医療を目指す人たちのために使命感を持って ICT 化を進めていくお手伝いをしています。やはり高齢化がますます進んでいるのが地方なんですね。いわゆるそういった地方の老人の皆様がより良い医療を受けられるようにデータの共有、これがまず最優先になっております。そういった意味では ICT 化をすることによって、ある程度こちらの首都圏のようにですね、同じような医療のサービスを受けられる、そういったことが目的の一つでもございます。やはりより良い医療を同じように平等に受けていただけるようなシステム、こういったものを私どもは提案させていただいております。現在東日本メディコムの活躍の場は、ハードやソフトの提供に加え、全国6000を超える顧客に対するサポート業務も展開しています。医療業界の ICT 化へ頼れるかかりつけ企業を目指し、さらに従業員のコミュニケーションレベルの向上を目指しています。渋谷さんの将来の夢について教えてください。今担当しているお客様にもっと感謝していただけるように、もっともっと知識量を増やして多くの仕事をできたらいいなと思っております。先輩たちは皆さんやっぱ知識量がとにかくすごいので、私もお客様からだけでなく後輩からも頼られるような社員になりたいと思っております。病院や薬局などに使われているほど ICT システムがとても身近な存在だと教えることができました。またお客様とのコミュニケーションを通して医療現場の効率化を図るなど、私たちの暮らしととても深い関わりがある企業さんでした。少しでも興味を持った方はぜひチェックしてみてください。以上、目玉企業の東日本メディコムさんを紹介しました。ぜひ参考にしてみてください。 CM の後はゲストをお招きして皆さんの疑問にお答えしていきます。さて、ここからは就活に関するさまざまな疑問にお答えする教えて社長就活 Q&A のコーナーです。今回も素敵なゲストにお越しいただきました。さいたま市に本社がある武蔵コーポレーションの大谷社長です。本日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。大谷社長には今更聞けないあんなこと、はい、そんなこと、就活に関するさまざまな疑問に対して採用する側の目線からお答えいただきます、はいはい、武蔵コーポレーションさんはさいたま市に本社を構え、収益用不動産による資産形成、資産保全のコンサルティング事業を展開する企業さんで、関東を中心に8つの支店があります。それでは早速番組に寄せられた質問にお答えいただきます。新入社員に期待することを教えてください、はい、新卒の方というのは会社の幹だと思うんですよね。会社ってこう単なる技術を持ち寄った集団ではないと思うんですよね。理念を実現する集団だと思ってまして、そうすると何のためにこの仕事をしているんだ、我々はどうやって形で社会貢献していくんだっていう、こう思いを持っていかないといい会社にならないと思ってまして、その思いを体現しやすいのってやっぱ新卒の新入社員じゃないかなというふうに思っています。そういった理念とか思いとか風土文化を体現する存在として新入社員の皆さんには期待したいなというふうに思っています。学生時代にこういったことを経験していればいいなとかがあれば。そうですね、学生時代はまたちょっと仕事とは別かなと思ってまして、僕は学生時代は学生でしかできないことにやっぱり注力した方がいいんじゃないかなと思っています。御社に入ったらどういう成長ができて、はい、どういうスキルが身につくかっていうところも教えていただけると。業務面で言いますと、やっぱりその不動産というものを我々扱っていますので、責任の重いものを個人の方とお取引すること
ことによってそこでのこう信頼感というかそういったものが得られる力がつくんではなかろうかなというふうに思っています。あともう一つはより経営に近い仕事ができるいろんなその会社の経営の側面が見れるんじゃないかなというふうに思っています。そんなこう社員の方との印象的なエピソードとか、はいですね、やはり私が一番こう嬉しいなと思うのは新入社員でこう入ってきてくれてですねで仕事を覚えて結婚して子供ができてっていうのが最近結構ありまして、うん、社員がこう成長していくというかライフステージをこう踏んでいくみたいな、うん、そういう場面に立ち会えるっていうのは経営者としてすごい嬉しいなというふうに思っています。社員っていうのはその労働力とか労働者とかそういうのではなくて第二の家族だと思ってるんですね。やっぱりその長い時間を共にしていくのでそこには共感が必要ですしと同時にその社員の子を会社としても全面的にこうバックアップしていくそういう信頼感があって初めていい仕事いい組織というのができるんじゃないかなというふうに思っています。座右の銘とか。そうですね、不当不屈というですね人間ってこうまっすぐに一本道ではいかないかなと思ってまして、うん、いろんなつまずきとかある中でどうやってそれを立ち直って前に行くかっていう決してこう屈しないようなですね何度でも立ち上がるんだみたいなそういう精神っていうのが大事かなというふうに思ってます、うん、それではそろそろお時間となりましたので、はい、最後に大谷社長から就活生にこちらのカメラに向かって応援メッセージをお願いします、はいはい、ぜひですね自分の価値観に合う会社に出会っていただきたいなと。そこでですね価値観が合えば仕事が楽しくできますよね。で仕事が楽しければ僕は人生自体が楽しくなると思いますのでいい会社っていうのは僕は自分の価値観に合う会社だと思いますのでぜひそういったですね会社を見つけて社会人として頑張っていただければなと思います。県内で就職活動しているあるいはこれから就活を始められる皆さんぜひ参考にしてみてください。大谷社長本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。サイの国就活天国今回も就活に役立つ情報をたっぷりとお届けしてきましたが参考になったでしょうか。東日本メディコム様は医療の ICT システムに携わる仕事をされているということですごく大きな社会貢献をされている企業さんでしたね。社会貢献が埼玉でもできるということで、いろんな方にも魅力的に映る企業だったかなと思いますね、はい、この番組ではこれからも埼玉県で就職を考える皆さんに就活に役立つ情報をどんどん提供していきますのでぜひご覧ください。2月にも入りいよいよ本格的に就職活動の準備をされている方が多いと思います。この番組でも引き続きどんどん企業様を紹介していきますのでぜひチェックしてみてください。それではサイの国就活天国今日はこの辺でお別れです。次回もお楽しみに。